年末年始をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュはきょうも続き各新幹線は朝から混雑しています東京駅を出発する下りの新幹線はきのう東海道新幹線ののぞみの自由席で乗車率が200%に達するなど各列車で終日激しい混雑となりました混雑のピークは過ぎましたがきょうも午前中ののぞみの指定席がほぼ満席となったほか 上越新幹線の一部で自由席の乗車率が100%となりました U ターンラッシュのピークは年明けの3日と予想されています